今30代なんですけれども、まあ、最初の方はまあ荒れたりしてたらしいんですけれども、最近はもう親ともほとんど話してないし、まあ多分家族あまり彼の声を聞いて長い間聞いてない状態になってる。そういう気持ちも大きかったんじゃないかなと思います。で、彼の生活はおそらくこうほとんど部屋の中で完結していて、ここからもう5年以上経っている状態。